その最後の対決から2年後に清原さん引退されるわけですが、はい、その最終打席の映像をご用意しているんですけれども、ご覧いただきながらちょっとお話しいただくことって可能でしょうか。僕の、はい、三振やっぱ覚えてるんですね。これね、ソフトバンクが A クラスからこれ PM キャプテンの松山、はい、松山さんで全球ストレート勝負してくれた、はい、あ、杉がですね、うん、あ、同じ年だった、同じ年です。ああ、さすが気合入ってんな知っとんね、またベルトより高いところで空振りするって、ね、やっぱ杉内君も球速かったね。ああ、気も強いんでしょ、なんかベンチに投げて、あ、そうですね、構成しましたね、ルーキーの年かやってましたね実際こう球速面で137キロとかでやっぱりそれ以上の、うん、腕はズワンって振るんやけど、そこからバーってくるよね、はい、遅れて、いやこの時はもう半分泣いてたね。はい、うん、あ、これで俺の野球人生終わるんやみたいな。杉内投手が、はい、でキャッチャーがボールくれたんやけど、その、まあ、そこに杉内投手って書いて「サイコロボールありがとう」っつって杉内投手に渡したんやけど、へえ、まだ打とうとしてバット短く持ってるもんねああホームラン落ちなくて、はい、この時も座薬入れてね、もう痛みだけどボルタレに、はい、もう追加しながらね、それでも痛いんですよね。痛い、今でも痛いもんね、はい、もう一発ホームランをなんか打ちたいよね、あれね多分ほらボールもらったでしょ。あ、本当だ、うん、そう、イチローさん言ってましたね。いや、イチローはね、シーズン終わって次の日の飛行機に乗って、いや、そうですよね、大体メジャーのスケジュールって9月もういっぱいっていうか、最後で終わって、だから終わってもうすぐそのままってぐらいですよね、うん、松坂さんご覧になっていかがですか。まあ、僕はイチローさんに行く来たのをこう、まあ、ニュースで見たんですけど、やっぱり僕も現地で見たかったですね。でもこの時はもうバリバリの、僕28です。ああ、はい、一番いい時だね清原さんの最後の打席をご覧いただいたんですが、はい、逆に今度は松坂さんの最後の投球、はい、映像をご覧いただきながらお話しいただくことを、はい、僕はもうこの絵は準備するのに球場出た瞬間があって、その時にブワーって完成して、もうそこで僕もう一番こう込み上げてきちゃって、もうこの人ってもう結構落ち着いてたっていうんですかね、はい、だから投げ終わったら僕もっとこう涙とか出ちゃうのかなと思ったんですけど、出なかったですね。出た瞬、球場に現れた瞬間のこうファンの人たちの歓声がすごくて、どんな寒い日でもどうするかね。そうですね、もう途中からもう袖あるのがダメになっちゃって、なんか長いのがちょっとこう、まあ本当めちゃくちゃ寒いとちょっと考えるんですけど、でも一人だけいつもそうですね、はい、もうなんかこう袖あるのが投げづらくなっちゃって、途中からでも本当に投げるのがもう嫌でしたね。なんでもうそういうことを、まあ、辞める理由にもなった、そのもうとんでもないところ抜けて、もうどこに行くかわからないんですよね、腕を振っちゃうと。はい、だからこの時も前もって「すいません、左バッターでお願いします」って。あ、そう、はい、もう右バッターだともうこっちに行くのが怖くて、それでまあちょうどというのは、まあ、2ちゃんに近藤選手、僕は横浜高校の後輩がいたので、で近藤選手もいまして、幸せもね、いやー、なんかもうやりづらかったろうなと思って、あ、もうだから試合前にもう遠慮なく打っちゃってって言ってそう言いました。はい、遠慮なく打っちゃってって言ったのはいいんですけど、全くストライク入んなくてフォアボールやったっけ。フォアボール、結果フォアボールです、ね、で多分不利よと俺思ったの。なんか俺もしかしたら3球目がストライクだったら打ちに来てたかもしれないですね。これ多分2球目ストライクだったと思うんですよね。そうだ。でこれも戻して、ほんまや。はい。で3球目から多分普通だったんですけど、ここからストライク入ってれば多分健介も多分打ちに来てたと思うんですけど。それは打ったらあかんでしょ。やっぱりそういう。でも多分健介はストライク来たら打ちにしたんじゃないですかね。もう全くそれが入る気しなかったです。これはやっぱり三振で終わるべきです。あと僕降板した後はこれ点数入ったら防御率とんでもないことになるなと思ってこの後のピッチャーには相当プレッシャーかけちゃいましたね。この後に戸亀君が上がるんですけど、この間、ね、今年彼も引退を決めて、この登板が野球人生で一番辛い登板だったって言ってました、ね。はい、まあもしランナーを返しちゃったらってもうものすごいプレッシャーがかかったって。あ、ピッチングコーチ西口さん。そうです、西口さんです。いい人間だよね。はい、今2軍の監督やってます、ね、ライオンで。はい、清原さん、ご覧になって改めていかがですか。やっぱりね、最後振りかぶってワインドアップしてくれっていう、僕は球自体は見なかったんですよ。もうこの姿だけ見たかった、うん、今の時代ワインドアップするピッチャーって少ないですね。本当に少ないです、ね、はい。やっぱこういうのがやっぱピッチャーの美しさであったりとか。それで最初そうですね、はい、やってくれてました